どうも、あきです。パワープルアプリやっていきましょう。今回はこちらの救援極みグランドスラムガチャを30連、そしてこちらの祝賀会ゴールデンウィークスペシャルガチャを10連、合計40連ガチャを引いていきたいなと思います。そしてですね、ただいまチャンネル登録&高評価で iTunes コードもしくは Google Play コード1万円分が当たるプレゼント企画を行っております。まだチャンネル登録お済みではない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を楽しんでくださった際にはぜひとも高評価を押していっていただければ幸いです。今月分の当選者の発表は来月5月1日の一番最初の動画の概要欄にて行う予定です。そちらの方ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、というわけでまさかのまさか本日ガチャ更新やってきましたね。土曜日なのでさすがにガチャ更新ないかなと思っていたので驚きです。ちなみにですね、本日から私3泊4日のゴルフ合宿を行っております。まあ、とは言っても今日はですねゴルフはやってなくて、まあ前乗りで観光をやっていたんですが、今ですねまさかガチャが来たので空いた1時間の間で動画を撮影しております。その、まあ、旅ゴルフ合宿の様子は Twitter や実写チャンネルの方で上げていきます。実写チャンネルもねまだ登録してないという方、そちらがねなんと実はメインチャンネルとなっております。ぜひ概要欄から実写チャンネルの方も登録しておいていただけると嬉しいです。そして単純に Twitter @秋ゲーム TV フォローしてくれたら嬉しいです。リプとかバシバシ送ってください。バシバシ返しちゃうよ。はい、というわけでガチャですね。まずはこちら救援極みグランドスラムガチャですね。ただよく考えてみれば、まあ、月末で、グランドスラムガチャ来てなかったので確かにここで来てもおかしくないなというところですね。はい、もう月末といえばグランドスラムガチャという形になってきました。ただ今回のグランドスラムガチャはですね、3回目にバナー内キャラから SR 以上1枚確定があります。角田、相良、そしてエプロンですねがなんと登場するよと。もう角田と、ユニフォーム相良に関しては PSR50 になっていますので、もうエプロンですね。はい、エプロンのシドレミの PSR がぜひ出てほしいです。 SR はプラス5ですでに持っています。はい、なのでまあまあこの確定の3回目まで引けばいいかなという感じです。ちなみに他の詳細はと言いますと、あ、これあれか、基礎上限アップのキャラクターピックアップ、マジか、このピックアップは今まで来たことがなかったのでそろそろ新たな上限アップ来そうですね。野球とかそうなのかな、もしかして。あ、このピックアップが来たってことは間違いなく今後絶対来るでしょうね、上限アップ近いうちに。はい、で初回が SR 以上1枚確定、2回目が PR 以上10枚確定、3回目が、お、これめっちゃいいじゃん30連目まで。なんかグランドスラムガチャはグランドスラムという名前だけで実際渋いというねので有名なガチャだったんですけど、今回全然渋くない、めちゃめちゃいいガチャになってますね。素晴らしい、これはぜひ30連引きましょう。でもう一個注目したいのがこちら祝賀会ゴールデンウィークスペシャルガチャでございます。こちら SR 以上確率アップで、なんといっても2018年ゴールデンウィーク記念 PR 選択ガチャ券が10連をやるたび必ず1枚おまけでついてくると。でこれがですね、まためちゃめちゃキャラクター数多いんですよね。もう大体じゃないのかっていうぐらいじゃない、これ何でも選べるレベル、ほぼこれやばいですよね今。まあ、どうしても解放したいキャラクターがいるという場合はもうここでどんどんやっていけばいいと。でこれ実際やばい今。ただ僕はですね、この限定以外のキャラ、まあ、限定も一部含まれてますけど、あ、限定もだいぶ含まれてますね。まあ、要は最近の限定以外でそんなにこのキャラ絶対解放しておきたいっていうのは正直、あ、火山院か、あ、これ火山院これでやろうかな、 SR プラス5にしようかな。これちょっと考え方によってはめちゃめちゃいいガチャですよね。火山院全力で使いたいもんな、これいいですね。はい、てかこれで PR プラス5を作ってってやると最低回数は決まるんですけど、まあ PR は単体でぶっ込むかなということでございまして、ちょっと見方を変えればこのガチャも非常にいいガチャになっていると。大体やべるな、これすごいないうねところでございます。まあクオンとかも SR プラス4止まりだったので、まあまあ、うん、できればいいかなという感じですね。はい、というわけでここから引いていきましょう。じゃあまずはこっちからいきますか。これはすごいガチャになってるな、両方。なんかゴールデンウィークものすごいガチャやってきたなというところです。ちなみに振袖みやびとかも分析されています。おお、エースなしからの SR2 枚、お、ナイスナイス。進むは PSR50 チャンスがあるからね、ちょっとまずやりましょうか。進むの PSR50 チャレンジいきましょう。おお、なん
か車の中でね、サービスエリアで泊まってみた時にはですね、こんなにいいガチャだとは思わなかったな。まさかのまさか、すごいガチャになってるよ。さあ50にしよう、お願いします、頼む、来い、おっしゃ、あのパワープロのキャラが PSR50 になっているということで、今日はですね、ちょっといつもと撮影環境が違うかもしれないんで、マイクの響き方がちょっと違うかもしれないんですが、ご了承ください。まあ、ただいつもと機材一緒なのでそんなには変わらないはず。なんか嬉しい、進むが PSR50 になりました。 OK、 あのパワープロのキャラがね50になりましたね。さあではこちらやっていきましょう。30連ですね。まず SR 確定です。いや、ここでエプロンの PSR が出るようなことがあってれば神回すぎる。本当にエプロン PSR 引ければ多分50になると思います。さあエプロン50にしよう。いやー、でもちょっと火山院とかの解放考えるのありだな。下のガチャでどうしようかな。考え方によっては下のガチャめっちゃいいな。上もいいですけどね、下も結構いいです。さあ来い、これが全部 PR 以上。すごい、この2回目がすごいですね。まあ SR 出なかったですけど、普通に豪華ですよね。ちーちゃんが2枚、アーサが2枚、 OK、 あー、サイが嬉しい。さあでは頼む、まあどっちにしてもエプロンがいいですね。エプロン、エプロン PSR、 エプロンの PSR 来てお願い、頼む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 、エプロンの PSR、 エプロン、うわ、まあでもまあまあエプロンの SR だったんでまだよしです。はい、今後 PSR 引けた時にね、こちらに関しては使っていきましょう、解放要因に。まあ良かったですね、そこそこ今回は進むも補助になりましたし、良かったんじゃないかなと思います。んで、ちょっとこのチケットガチャを眺めたい。ちょっと待ってくださいね、一瞬で売却します。イベキャラノーパソなんでね、編集ソフトに通せないっていう、いつもよりなんで、ちょっと一瞬画面がちっちゃくなってると思います、縦画面準備ができるまでは。そしてここね、 Wi-Fi が通んないんですよね。あとであれしよう、 Wi-Fi 持って街に出かけてこよう、そこでアップロードしてこよう。あ、そういえば最近コンビニとかって Wi-Fi つなげるんでしたっけ。ローソンとかってなんかローソン Wi-Fi みたいなのつなげるんでしたっけ。コンビニ行こう、コンビニであげよう。うわ、爽快、これマジでめっちゃ爽快ですね。愉快、爽快、最高、楽しい、やっていきましょうみたいな感じですね。はい、うわ、これはなんか後で眺めてちょっと後日この選択ガチャ券狙いで追加回しもあるかなと思います。あ、しかも銀崎とか、あー、まあ銀崎か、さすがにあれだな、要はモンストコラボのキャラとかは入ってないですよね。はい、よし、も最近もいるやん。え、これめっちゃすごくないか、この選択ガチャ券、考え方によってはこれめっちゃいいぞ。てか、まあこういう選択ガチャ券を持っておくことで、なんかイベントで使える PR とかを今後ね、ゲットすることもできるんで、まあとりあえずは1枚は絶対置いておこうと。まあそんな感じでございました。よしよしよし、いやどうしようかな、これちょっと追加回しあるな。ちなみにこっち2回目以降はどうなの。あ、2回目以降もずっと一緒か。SR 以上確率アップの PR 選択ガチャ券と。で、あのガチャは、あ、グランドスラムガチャは4回目以降はないんですね。3回目で引き終わりガチャですと。さすがにそうか、上限アップのキャラの出現率アップはさすがにヤバすぎるんで、まあ3回目までというところですね。はい。ゲドウくん像は今足りているので大丈夫かなと思います。OK、そんな感じでございました。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。そしてですね、パワープロ2018が発売となりまして、そちらの実況の方もどんどん上げております。とりあえずですね、この週末は、パワーフェスをねやろうと思っています。パワーフェスめっちゃ楽しいです。そしてそのパワーフェス終わりましたらですね、やはり栄冠ナインですね、はい、やっていくつもりです。ぜひ秋の栄冠9実況ね、過去2作やってきましたが、今作も盛り上げていきたいなと思いますので、栄冠9絶対皆さん見てくださいね。絶対面白い実況にするんで、
ぜひ見てください。そしてね、メインチャンネルの実写チャンネルも概要欄から登録しておいていただけると嬉しいです。そしてね、ツイッターアットマークアキゲーム TV フォローしてくれてリプライを送ってくれた日にはもう抱きしめてあげたい。全部抱きしめて君と歩いて行こう。君がアディオス。